はい、皆さんこんにちは。こんにちは、宇都宮鉄一ウェブマガジン、今月の振り返りは、7月になりました。はい、早いですね。なんかしょっちゅう収録をしているような気がします。いやそんなことはないかな。1ヶ月ぶりです。そうですか。はい、7月はあともう1週間ぐらいで終わってしまうんですけども、今月はどうでしたか。はい、そうですね、なんかもうどんどん東京の感染者数が増えて、ちょっとみんなあれどうしちゃったのかなっていう浮き足立った毎日が過ぎていく中、せっかくのあのスポーツの日という新しい、お休みができたのに、結局オリンピックはなしよっていう、なんとなく置いてきぼりになっちゃった感のあるような、非常になんか落ち着かないチューブラリンな複雑な気持ちで過ごしているような日々ではないかと思います。はい、そんな中で、J リーグがどんどん試合が始まったっていうのが非常に大きいかなと思うんですよね。なかなか見に行けないけどね。そうですね。はい、まずですね、注目記事に、今固定してあるのはですね、ちょんまげ隊のツンさんのインタビューですね。これはですね、なるべく多くの方に読んでいただきたいということで、ほぼ無料としました。つんさん今熊本でボランティア頑張ってるんですけど、実はこのインタビューした頃ってまだそのなんて言うんでしょうね、ストロングポイントである、そうとにかく行ってなんぼ、移動してなんぼが全然コロナでできなくて、そうですね、あの顔合わせて何かをするということが、一番できなかった半年ぐらいな感じなので、それは確かにちょんまげ隊の話を最近あんまり耳にすることはなかったですもんね。でそうした中ですね、つんさんがそのリモートで何か、チャリティーができないかということで、始めたのがこの7人の漫画家さんにですね、障害者サッカー、これ7つの団体があるんですけども、そこに、寄付をするための T シャツを作ったんですね。これはそのホームページなんですけれども、こんな感じで、ね、はい、私はねもう買う色を決めました。本当に何色ですか。ですね、指さしていいかな、これです。これ、画面が変わっちゃった。バーガンディね、なかなかいい色だなと思って、これね、チャリティー T シャツというとこう白地に絵が描いてあるとかが、それか黒地かなぐらいな感じなんですけど、さすがにあの選択肢が多いので、いろんなあのお好みによって着れるかなと。これだったらあんまりなんか知らん顔してその辺で着ててもなんでしたら会社に着てったってそうねいいじゃないですか。僕はどれにしようかな、このさすがに青地にピンクとかはねちょっと50代のおじさんにはきついかなと思ってこのグレーにブルーとグレーはいいかもしれないな。ちょっとこれ見てみようか。はい、うん、これがあれですね、グレーとブルー、これだったら僕でも切れますかね。そうね。あのこれなんかね、ツンさんによるとですね、あの彼今までいろんなチャリティー T シャツ作ってるんだけども、その総決算的な、あの仕事をしたと。で生地もね、なんか10年着れるぐらいの、結構いいものを、そうですか、調達したらしいんで、あの結構いい、あのデザインだけじゃなくてね、あの質もいいものらしいので、はい、ちょっとぜひこれあの皆さんも、ご興味があればぜひ。本文を読むと分かりますけど、いろんな人たちをこう巻き込んでって、これだけ あの、ネームバリューのある方たちをね、あのなんて言うんでしょうか、カッテレンのツンさんが形にするっていうのはやっぱりすごいなと思っちゃうんですよね。いつもだからね、この真ん中の字を書いたのは原博美さんです。それがびっくりですよね。しかも2回書き直しをお願いしたという、ダメ出しをしているっていうのはちょっとやっぱりすごいよね。素晴らしいことだな。でもそれをなんかあのちゃんと書き直してくれた原博美さんはやっぱり懐のあのあれ懐は深いんだっけ、懐が深い方ですね。はい、本当そうです。はい、付き合いの長い中村慎太郎さん、作家なんですけれども、最近あの今年の3月からかな、あのタクシードライバーになってですね、そのタクシードライバーになった
理由といいますか、はい、経緯と、ウォールマガジンで、うん、まあ、ちょうどだからまだ J リーグが再開する前に、はい、再開前 の、 その誰もいないスタジアムをこういろいろと巡るというツアーをちょっと、まあ、うんうん、やってましたね。やってまして、はい、まあ、その中でこう話も聞かせてもらったという、うん、でそのウォールマガジンでですね、はい、7月の実は上旬にですね、うん、まあ、福山行ったり馬張行ったり、はい、鳥取行ったりというちょっと久々に本当4ヶ月ぶりぐらいに地方取材に行ってきまして、本当ですね、うん、久しぶりだったね、はい、まあで、なんて言うんでしょうね、やっぱり現場行かないとやっぱりダメだなっていうのが改めて思ったことと、はい、でまあ、帰ってきてから急にまた都内の感染者数がね、うん、200人台になってきて、そう、もう少し後だったらちょっと来ないでって言われてただろうなっていう感じのタイミング、またね、うん、ギリギリのタイミングでしたね。いや本当にそういう意味でも言ってよかったなと思ってますけども、うん、でまあ、そのジレンマをですね、はい、ちょっとコラムに書いたのがこちらの、はい、まあ、GoTo キャンペーンっていうのがちょうど、はい、世の中的に話題になってて、でやっぱり GoTo キャンペーン今なの？とは別にね、今なのっていうのもそうだし、ね、でも観光業界は大変だしなっていう、うん、特に地方はね、うん、っていうのもありつつ、まあ、一方で J リーグのサポーターとしてはですね、はい、やっぱりこう遠征って、まあ、みんなすごく楽しみにしているわけですよ、特に夏とか ね、 そしてやっぱり地方のクラブとしてもそれだけいろんなところから人がやってきてお土産物を買って、うん、楽しそうに街中練り歩いてくれるっていうのが経済効果になるよっていうのはやっぱり大きいと思うので、うんうん、それがね全くアウェー禁止になっているので、まあ、ちょっと様子を見なきゃいけない、今は我慢しなきゃいけない時かなっていうところではあるんですけれども、うん、なかなか難しいというか、東京から行くのは確かに嫌がられるだろうなっていうのは分かるんですよ、うん、同僚のみんなが今年の夏休み帰省するか辞めるか問題っていうので今すごく揺れているんですよね。本当に行ってもいいのかなっていうようなことをみんな悩んでいるっていう、揺れているっていうのを感じますね。特に J リーグなんかはある意味不要不急なわけじゃないですか。そうね、遊びで行ってるって、まあ、旅行もそうなんですけど、うんうん、帰省するとか親の顔見るとかっていうのに比べるとやっぱり単に遊びに行ってるってなっちゃうと、うん、まだ来ないでほしいなっていう地元の人たちの気持ちも尊重しなきゃいけないかなっていう。あとやっぱりね、アウェーで会う人たちってやっぱいるわけじゃないですか。あ、それは大きいです ね、 ね、うん、アウェーでしか会えない人たちとか、うん、やっぱりアウェーでならではのやっぱりこう、うん、美味しいものとかね、うん、やっぱりアウェー行ったら試合以外にここにも必ず行くぞとかさ、うんうん、そうですね、うん、向こうのお友達に会うっていうのももちろんなんですけど、うん、東京ってまあ私たち東京に住んでるから東京ベースで考えちゃうけど、うん、地元のホームスタジアムとかではそんなに いつも一緒に飲みに行くってわけじゃないけど、うん、アウェーで会ったらああご飯食べようよってなる人とかあるよねなんかそういうアウェーならではの、うん、同じチームを応援している人たちのつながりとか、うん、そういうのもね旅の醍醐味ではあるんですけどね。はい、あと今月はですね、はい、割と J クラブのちょっとこう前から気になってた人に割とインタビューといいますか、うんうん、記事にすることが多くてですね、はい、まず鹿島アントラーズの、はい、社長の小泉さん、うん、まあ、このメルカリの会長でもある人なんですけども、はい、この人になんかがっつり話を聞いてですね、うんうん、でまあ、インタビュー形式というよりも、はい、まあ、今回ちょっとこう鉄ルポという形でですね、うん、一つ、記事にまとめられたのはちょっと、うん、今月僕にとっては非常に、うんうん、まあ、トピックスだったかなと思ってますけども、うん、でもなんかこう新しい業界の人が、うんうん、J の経営に入ってくるっていうのは、うん、すごくなんかこう前向きないい話だなって思って、うん、しかもその入ってきた方が、うん、やっぱりそのクラブを好きだったっていうところはすごく、ね、幸せな、ご縁だなと予想様ながら羨ましいなと思って見ておりました。
初めて、うん、アントラーズの試合をお父さんに連れてってもらったのが、うん、なんか93年の鹿島スタジアムこけら落とし、はい、ペプシカップっていうのがあったんですよ。おいくつぐらいの時に、うん、その時中学1年生だから13歳だったんだって若いなそうですか1980年生まれだからね。なるほど、うん、もうだからそういう世代の、うん、もうあの新しい業界ってこともそうだし、うん、もう80年代生まれの、うん、そうですよね、 J の社長、うん、J クラブの社長がもう普通にどんどん出てきてるっていうのはね、うん、ちゃんとそういう世の中の動きに、うん、取り残されなくて、うん、ああよかったっていうこれもサッカー見てるおかげとも言えるね。 それもそうですね、うん、東京ベルディのですね、はいはい、ベルディカレッジというのを立ち上げた、佐賀亮さんという人、はい、でこの人もですね、うん、今だからベルディの、はい、まあ、営業部長をやりながらカレッジ立ち上げて、まだ33歳なんですよ、はい、これもすごく新しい、うん、やり方だなと思って読んでました、うんうん。例えばはるちゃんの会社でもなんかインターンの学生とかって来るの？はい、来てますけどね、うん、やっぱりねここで書いてあったようにね、うん、とりあえずそこら辺のなんか雑務やってもらうみたいな感じで、うん、全然その仕事に興味持ってもらったりとか、うん、ああやりがいがありそうだなとっていう感じじゃないなっていうのを読んで大反省してしまったんですけどあ本当に、うんうん、昔私たちのような年代のものはですね、うん、一人前になるまでにすごい時間がかかるから、うん、そこら辺 の草でも食わしとけじゃないんですけどなんかとりあえず触りだけやってみてね、うん、みたいな感じになっちゃうんですけど、うんうん、やこの方はね、うん、若い人の何をやりたいかっていうのがちゃんと分かってる人を連れてきて、うん、しかもその人たちがインターンの間にも成長するっていうこと、そう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 、お互いに良いメリットがあるっていう風な力にしていって、うん、しかもそれをやりたいがために自分がまず偉くなっちゃおうと思いましたとかさらっと言ってしまうっていうところがなんかそれあれさらっと言えるのすごいよね。そうですね、もちろんそういう能力がある人だから自信あるんだろうけど、うんうん、最近本当に思うのは、うん、何かをやりたいっていう強い気持ちがある人は、うん、どんな方法でもやってのけちゃってて、うん、そういうことが、うん、あからさまになっている世の中だなっていう、うん、どうしてもやりたいってなったら、うん、必死で考えれば方法は出てくるんだなっていう、うん、だからなんとなくグダグダ愚痴を言ってたりとかするのって、うん、かっちょ悪っていうようなそうだね、ことが変にコロナのおかげで見えてきてしまったなっていう気がしますね、うんうん、あと YouTube の方もですね、はい、まあ、こんな感じで引き続き、ちょっと、うん、しばらく動画ができなかったんですけれども、はい、今月末と、来月8月の半ばぐらいに立て続けにちょっと動画のインタビューをまた、はい、2本も準備してますので、はいはい、どうぞこちらの方もよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、8月に間もなくなるんですけども、はい、なんか楽しみにしてることってあります？ちょっと旅行は今年は難しそうかね。うーん、そうですね、ちょっと都民はどこに行っても歓迎されないだろうからあと J リーグ久々に行きたいね。 J リーグね、うん、私は名古屋ファンなので、うん、ホームゲームっていうのに行けないんですよ、うん、関東周りでアウェーで来てるところを見に行くっていう風だったので、それが完全にアウェーは禁止ということになってしまうので、うん、全然電車乗らなくても自転車で行けるんですよっていうスタジアムでも、うん、ちょっと見に行けなくなっちゃう。うん、ホーム側で見るのはちょっとやっぱりあまり面白くないかなっていうことなので、まあでもテレビでもそのライブの試合が見えるようになったっていうのはものすごく大きいことだと思うんですよね、うんうん、過去の試合ばっかり見てたんじゃなくて、しばらくはそれで涼しいお部屋でビールをふんだんに用意して、お家だったら大声で何やってんだとかってそうね、はい、ということで、来月またお会いしたいと思います。はい、皆様お気をつけて。それではまた来月お会いしましょう、はい、さようなら。さようなら。